はいどうも、ゴーヤンです。さあ本日はこちら、イザナミ降臨。イザナミですね。地獄級と超地獄級があるダンジョンの中で、最も難しいんじゃないかと言われている地獄級のイザナミ。最近ね、新しいやつがね、まあヨルズとか、いろいろ来てるので、まあ、ちょっとはっきり把握はしきれてないですけども、やっぱね、このイザナミはね、地獄級で、簡単な超地獄より難しいんじゃないかと言われてますよね。なので、とりあえずまずはこの地獄級の方に、いつものラーパーティーで挑戦していきたいと思います。おし、ナイス、弾き。60% ですからね。で、お、ワンパンできるんですね。いやー、これじゃと、あ、抜けるんですね。で、ここでもう一回クリアミを。ナイス、弾き。ただ、色がないので、ここは大国さんですね。で、からの、よし、撃破。で、次がバトル4。あ、ここがね、こっちの光の角づちと、あと闇の角づちがいて、闇の角づちの場合は先制を受けるんでしたっけね、確か。で、光の時は回復してくれると。まあね、回復はね、今ヒットポイントが満タンなんで、関係なかったですけども。とりあえず色がないんで、これで、25倍で倒せるんかな。ちょっと怖いんで、サンバースナックルを一発、撃って、からの、やっべ。危ない。いやー、こねくり回した結果、まさかの緑が揃ってないっていうね。とりあえず半分切るまではおそらくいかついのは飛んでこないはずなので、はい、ですよね。
とりあえずスキルをため直していきながら、ここで、倒しに行きたい。色がない。ただ、突破してスキルは全員溜まってますね。で、まずは光のイザナミが出てきますが、ここでスキル封印は辛い。いやー、溜め直した意味。確かね、スキル封印は、ラーしか持ってないですよね。あ、大国さんも持ってるってことは、60% を弾き損ねたと。60% を弾き損ねるか。やーべえ。何がやばいって、まあ、回復できないこともそうなんですけど、まあね、全然回復降ってこないんで、それも辛いですけど、何よりも、スキルは使えないってことは、覚醒ラーパーティーの最大コンボというか、最大ダメージが出ないっていうことなんですよね。で、回復ひどいな。こんな来ません?回復。危ない危ない危ない。ね、25倍をうっかり出してしまうと、中途半端に削ってしまう可能性があるのでって、うわ、やってもだ。いや、もう全然スキル溜まってないじゃないわ。スキル封印解けてない。で、色ないでしょ?なんですのん?いやー、えぐい。そうや、忘れとった。短い。操作時間が短いよ。うわぁ、これもうダメじゃないですか。色もないし、回復もないし。いやいや、もうええって。回復の落ち込んは来たけど、ここ耐えて、で、エキドナさんを使います。で、死ぬことはないでしょう。で、クイックキュアを使っといて、これで場合によってはいけるんじゃないですか。よし、なんとか突破。ドロップはしませんでしたが、無事突破できました。やっぱ覚醒ラーパーティーが強いですよね。
出た当初はね、やっぱめちゃくちゃ強かったんでね、イザナミが。年々挑戦、できる気がしないというか、突破できる気がしなかったんですけど、なんとか無事突破しました。やっぱね、多色系が強いですけども、まあ毒とか何やかにされるんで、まああのね、しっかり覚醒でね、封印耐性とか、バインド耐性をね、連れていった方がいいかと思います。ちょっとね、長くなってしまいましたけども、こちらの動画はここまでとさせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。